かわよかっこよもちまる、こんばんだやっほー。今日はお昼にね、渋谷ビジョンさんでライブでしたよ。パチパチ、楽しかった。今日は10人十色に出た。最近ね、最近っていうか、もちまる結構10人十色率が高めなんだよね。なんだろう10人十色の女。いつもよく自分のフリット見てくれてちょっと嬉しい。本当そう。私みんなのフリットね、みんな好き。最近のみんなのフリットさ、字ちっこくてさ、何書いてたんだろうって思って。スクショして見たりしてるすごいなんか一瞬なんか何も書いてなくねみたいなやつね。気になってスクショしてこう広げて見たりしてるよなんか最近ちっちゃい文字が流行りなのかな、みんなの中で。そう、みんなのフリタよく見てますよって。なんか美味しいご飯のちたり、チェキのちたりね、可愛い女の子のちたりしてウハウハしてる。埼玉県なのに10万石まんじゅう知らんのか。いや、10万石まんじゅう名前しか知らないんだよね。本当に食べたい。どこに売ってんだろう。埼玉伝道師でうまいうますぎるを知らないのは問題なく、うまいうますぎるのその単語は知ってんだけど、それが何なのか分かんなかった。10万石まんじゅうなの。一つ学んだわ。長くなるから感想リップでとかんと書いた割に、よく考えればリップじゃなくてもよくねとなって、普通に書いて、あ、本当？後で見に行こう。こんばんざい。でも俺的にはこの前の配信ライブの時のファイターに出てるかわよかっこよもちまる先生、よき、やった。そう、バンザイファイターだったよ。昨日か、そう、昨日はバンザイファイターの、あー、そろそろアークオーのとこだったよ。楽しかった。あそこのポジションまで3回目ぐらいだったから、ちょっとだんだんとね、体に染みてきて慣れてきてたのでね、ちょっともっとかっこよく見せられるようにしたい。そう、横揺れがさ、実はちょっと苦手で、いつも激しくなりすぎちゃうの、楽しくてねからそう、じわる感じで踊れるようにしたいの。ファイターは自分の中でちょっとじわる感じまだまだ研究中なんだけど、そう、ファイター大好きだから映像に残せて嬉しいなって思った。よくはもちまるちゃん単押しです。お金かかるから。本当？いいの？単押ししてくれるの？それは嬉しいわもちまる推しさん少ないのでね、本当にみんなもちまる好きになってほしいの気持ち。フリートは読んでほしくないけど、読んでほしいことしか書かないのよね。そうなのね。フリートは結構みんなの心の中が見えるから好き。いろんな意見とかね、なるほどみたいなこんばんざい。あ、ビー玉さんだ。今日チェキありがとう、嬉しかった。もちまるずっと気になってるんで会いたいんですよ。嬉しい。もちまる気になってくれてるの、やったー10万石まんじゅうか。あ、漢字が難しいわ。
十万石まんじゅう、どこ行ったら買えるかな。最近甘えみかんさんって人がもちまるちゃんの真似してて笑った。微妙に似てる？何もちまるちゃんの真似ってどういうこと？もちまるの何声真似ってこと？どういうこと？なんかもちまるの真似さ、なんか前もさ、なんかもちまるの真似がなんかこうでやってるよみたいな聞いたな、誰か。なんで私も真似しやすいのか。でもなんか先輩たちもたまにもちまるですみたいな、なんかバカにしてるのかなみたいな。なんか真似してる時ある。なんだろう、もちまるの真似はやりやすいの。みたいな。すまん、見直しても太ももしか見れなかった。ダンスを見てくれ。なんで初もちまるちゃんがとん初もるもちまるちゃんとても可愛かったよ。嬉しい、やった。へへ、ダンスのキレがすごくて、2番の歌い出しも良きだし、首のところまで表現がされててすごーってなったよ。わー、褒められた。ありがとう、すごいよく見てくれてる、嬉しいわ。横揺れにやけてしまいます、ごめんなさい。あれ、うちも最初見たとき、なんだこれと思った。いい意味で、そう、いい意味で、なんじゃこれと思って、すごい笑った。面白いよね、あれ。本番在、見てたけど、横振りはかなかったよ、苦手とは思え。いや、結構練習したの、そう。明日はファイターだし、横揺れは映るかもしれないと思って、寝る前にめちゃ横揺れの練習してた。なんかその前まではもう本当になんか横揺れが激しすぎて、一人だけいつもライブの動画をハットリさんとかが撮って送ってくれるんだけど、それで自分の中で反省点を見つけたりして、次は気をつけようみたいなしてるんだけど、いつもファイターの時さ、一人だけ横揺れが激しくて、どうしたらもっとじわる感じできるかなと思って、めっちゃ MV は載ってないか、ライブ映像とかいろいろ先輩の横揺れを見てちょっと練習した。横揺れの練習ってなんだよってね。もちもちもち、あら、この写真かわいいね。そう、これあのこの間のリリーベのプロデュースシャッフルデーの時にユーミさんがね、ロリロリもちまるにプロデュースしてくれた時の写真。そう、このクマさんがね、ユーミさんの私物なんだ。かわいいよね。なんかぬくぬくぬくさんみたいな名前。よ、はじめまして。ピーさんとウチーヌさん、食券さん、ありがとう。ルームフォローを今300人目指しているので、よろしく。甘えた話し方特徴あるからね。話し方でも、もちまるの声ってなんかさ、特徴的だよね。なんかあんまり、こう量産型っぽくなくない？うちはあんまりこう気に入ってないんだよね、自分の声は。なんか変だなって思ってるんだけど、喋り方かわいいねとか、なんかよく言ってくれるんだけど。なんか思ったさ、キャピキャピって感じのさ、なんかちょっと声高めの、なんか陽気みたいな声が良かったの。なんか量産だったら可愛い声あるじゃんか、アイドルさんみたいな、ああいう可愛い声がさ、私は出したかった。うちの
界隈のみかんちゃんもこの前配信でもちまるちゃんの前した。ちょっと見たいな、もちまるちゃんの真似。ちょっと見たいな。みんな真似してるんだって言ってくるだけで見せてくれないかな。ほぼツイートに書いてないだけよね。じゃあまたツイートいいねしに行こう。子供が好きすぎるんだろうな。生のライブならダンスとか見れるのに。あら、太ももフェチ。メモメモ。ちゃんと見てたさ。あ、かわよかっこよもちまる、かわよかっこよもちまる先生だってなった。おーわー、嬉しい。かわいい、やった、嬉しいわ。本番だよ、もちまるちゃん小顔だね。いやあ、ほんと嬉しい、ね。最近顔が丸くなった気がする。和顔でより飯ってよく言だったジュアル。より飯ってよく言れはやばそう。今度変顔で横揺れしようかな。怒られるかな。袖そのままでの横揺れって、あ、軸か。軸そのままでの横揺れ、意外とそう、なんか、なんだ、激しすぎちゃうの。ほんと、ファイター大好きだから、楽しくなっちゃうのね、いつも。いつも楽しくなりすぎて、こう横揺れも張り切っちゃうの、なんか。横揺れ頑張るぞって思うと、なんか、張り切りすぎてすごい激しくなっちゃうから難しい。もちまる的難しいポイントなんだよね。するよ。あんちゃん卒業したらもちまるちゃん小顔になりそうだね。いやでもみんな顔ちっちゃいよ。でもあんさんはねやっぱこうレベチの小顔だよね。羨ましい。すっちゃんの声は特徴はあるけど、俺は割と好き。嬉しい。変ではない。かわいいかっこよもちまる先生の声は素敵だから自信持ちます。わ、みんな優しいわ。喋り方かわいいよ。見た目と合ってるバブミ強めの声。みんな褒めてくれて優しいわ。ちまちゃんヘッドドレスしてるけど、普段に、あんちゃんみたいなロリータ着たいんだよね。着たいんだけど、なんか、なんかね、もう、あんまさ、似合わないかなと思って。そう、ロリータ本当はめっちゃ好き。ゴリゴリのあんさんみたいな超絶ロリータっていうのはあんまり、まあ、挑戦はしたいんだけど、まだ持ってはないんだけど、なんだろう。地雷系ファッションみたいな、量産型みたいな。ロリータまでいかないけど、こう、フリフリしてる系の服は結構着てる。かわいいよね、アンさんの私服。ちょ、クローゼット見てみたい。めっちゃかわいい服いっぱいで溢れてそう。もう、お姫様だよね。もちこちゃん、こんばんざい。ありがとう。たまに横揺れの時、こらえてるメンバーを毎回数人いる。なんか、こう、あれね、ほんと真剣だからね。あの横揺れの、あの、ラスサビの、落ちサビに行く前の、こう、全員での横揺れの、こう、ダンスブレイクのところは、あの、みんなの顔を見ると、なんか楽しくて笑っちゃうから、マジで違うところを見てる。一番後ろの壁とか見てる。私はね。じゃないと笑っちゃうんだもん。お餅、もちもち、こんばんだい。ファイター楽しい、わかる、飛び跳ねたいね。ファイターほんと楽しい。ファイターね、ほんと好きなんだよね。
ないとわからん。ちょっと着てみたいな、ロリータ。いや、ロリータって黒が好きだから、ちょっとゴスロリ系の方が好きだけど、着てみたいな。ファイターの横入れはいい。なんとなくクーちゃんが正面に来るってことが多い。はあ、そうなんだ。クーさんどの辺だ？ちょっと後で動画で見てみよう。シュキピー、こんばんだい、こんばんだい。声質も話し方も文句なしで可愛いでしょう。嬉しい。やったー。ファイターはサビと2番終わりからの感想のダンスのとこはマスターしてる。おー、すごい。みんなもさ、なんかたまに、こんなんだろう、立ちが OK なさ、会場とかってみんなもさ、踊ってるの、可愛いって思って。すごいみんな、マスターしてるよね。もちこちゃん、大人っぽい表情もできるし、ロリータもできるか、幅広いね。嬉しい。今日みんなめっちゃ褒めてくれるよ。何も出ないよ。基本後ろで見てるから、誰が前とかないから、全体が見えるからそう感じる。おー、なるほどね。振りコピーするときは、振りコピーするときにメンバーと同じ方向に動くと実際の振りと逆になるけど、振りコピーはメンバーと逆に動くのが正解。ああ、確かに。そうだよね。私たちを見ながらそのまま踊ると振りが、そうだね、全部逆になるね。まあどっちでもいいんじゃないかな。でも見たまま踊った方がやりやすいよね。だし、まあうちらから見てもなんか鏡みたいになってるから。そうね。なんて言ったらいいんだろう。でもどっちでも大丈夫だな。どっちでもいいと思う。振りコピアセンスなのゼロなのできません。踊ってみてよ。踊ったら楽しさ倍増だと思うな。ちまるちゃん、ロリータでゴスロリだよね。アマロリも似合うと思うか、してほしい。本当に。そうね、この写真のシャッフルプロデュースでの時は、ピンクだったのね。まあ、自分が持ってる服だけど、結構いつも黒を着ることがあるから、ピンクを着て、いや、なんかピンクやっぱちょっと似合わないなって思っちゃった。ピンクも似合う女になりたいね。いつも癒しができてるから大丈夫。やった。センス振るのも同じか、ミラッカー悩むね。どうだろうね。でもお好みでいい気がする。特にこっちっていうのはないな。別にやりやすい方でいいと思うよ。じゃあメンバーと同じ方向に動く振りコピア演技が好き。演技のサビチュルチュルのとこかな。演技がね、最近やっと踊れるようになったの。実はこの間夜にすごい目が冴えて、なんか一個覚えようと思って演技やって寝た。あと記憶も覚えたの最近。でもまだまだね、覚える曲いっぱいあるんでね。そう、実は一部のね、セットリっていうか、やる曲リストみたいなのがさっきグループラインに来てて、ほうほう、なるほどって思って。内緒だけど。みんなが投票したやつのね、あれが回ってきて、なるほどってなってた。みんなお楽しみに。4キューブぐらいのサビのダンス完璧。すごい。天才じゃん。ちょっと今度見たいな。
リズム感ゼロだから全く合わないの。いいんだよ、そんな。気にしないでいいんだよ。もう楽しかったらいいんだもん、ダンスは。基本振りは右からと習ったけど、確かにそうかもね。右からが多いかも、そう言われてみれば。確かに。演技はワンツースリーで飛ぶとこからサビのとこが好き。ああ、わかる。サビの振りいいよね。演技な、出たいな。まあ、出たことないから。演技好き。うちはチュルチュルのね、お尻振りダンスが好きだよ。今、浮世和歌のサビのダンスを覚えて、おお、ハイレベルなとこ行ったね。浮世和歌、私は好きだな。めっちゃ踊ってるなっていう感覚があって好き。結構激しめだけど。こう踊れた時、曲にぴったり合う時にめちゃくちゃ気持ちいい。浮世和歌。結構難しいかも。早いからね、回ったり、回るのが早かったりとか、アクセントがあったりするから、結構難しめだけど。覚えて。嬉しいね。一緒にじゃあ、33曲かな ?2 曲か。一緒に全部覚えよう。声出さない、振りコピしないにここ数年になったので、今の声出しなし着席が心地よくなった。確かに確かに、みんなね、ライブの楽しみ方それぞれなのでね、こう座ってペンライトフリフリが楽しいよって人もいたり、こうダンス一緒に真似したい、踊るのが楽しいよって人もいるしね、わーって騒ぐのが好きだよって人もいると思うからね、もうライブの楽しみ方はもうみんな人それぞれで、楽しい、自分が一番楽しいよと思うスタイルでね、楽しんだら良きだよ。見ることはないはず。見たい。1日目だけど、サビのダンスを覚えたのはまだ4割くらいかな。おー、すごいよ。すごいやん。一緒にじゃあ頑張ろう、全部。全部って。全部だよ。全部覚えよう。ちょっと古めのやつも、最近のやつも。私は、エールデリバリーのダンス結構好きだから、エールデリバリー覚えてほしいな。そう、ちゃんと振り入れに参加したのが実はエールデリバリーからで、エールデリバリーが一番ちゃんと踊れるかも。それ以外は全部さ、動画で覚えて手直ししてもらってだから、なんか、まあ踊れるけどみたいな。やっぱエールデリバリーがめっちゃ一番踊りやすい。ちゃんと振り入れから参加してるから。お、新月踊りたい。いいやん、新月のあの頭振るところ好き。いいよね、新月出たことない。いつかリフト用されたいっていう夢がある。新月のリフトの上にこうリフトされたいっていう野望があるんだ。実は今日はコール激しめだったね。いろんな楽しみ方ができるライブがいいよね。今日ね、コール OK だったのかな。今日はびっくりした。おー、みんな元気だなって。ねえ、すごかったね。それで来てて楽しいって前のゲーム言って、ひどい。
いや楽しみ方は本当にそれぞれだよ。みんながみんなねこうコールが楽しいって思うわけではないからね、まあ、あれが一番こう王道な楽しみ方かもしれないけどね。コールのこのなんだろう、ただ普通にコールをするっていう人もいればさ、こうサクジャンプが楽しいっていう人もいるし、本当に楽しみ方はねそれぞれだからね。うん、いいんだよそんなやつ気にすんな。今振り込みと全力サイリウムだけいいかな。いつもそうフリフリしてるね、あんさんを見てねほっこりしてるの実は。今日もフリフリしてるって。かわいいって思って見てるよ。起業家今日覚え始めたけどまだ4割、あと2日もあれば10割いけるでしょ。おお、すごいね、ダンスマスターだね。コールしない動かない、これが一番周りに迷惑をかけないから。確かに確かに、ほんとね自分が楽しかったら OK よ。はるなはもっちゃんとあんちゃんにリフトしてもらうのが夢だったのに、やばいやばい足りねえ。ちょっとあの膝曲げてもらって私とアンさんがすごいごつやつをこう履いても厳しいよ。それはもちことアンちゃんでアイリさん、アイリさんの方がちょっとでっかいじゃん。もっと厳しいんだが、しんど。無理だなそれは、厳しいわ。ちょっと面白そうだっけよね。はるな、あんちゃんともちまちゃんでリフトって話はあんさんとしてた。上がらない。上がらないよ。無理だ、私力がないから多分もまず人を持ち上げられないと思う。まさにだ、足踏まれたし動かれて体当たり食らったりでマジ嫌なかった。まあそうね、あれも危ないよね。なんか私は結構ああいうの見るのは結構好きなんだけど、やっぱねあんま好きじゃないよっていう人もいると思うし、周りはねちゃんとよく見てやってほしいなって思う。やっぱね安全が第一なのでね。そうそう、せっかくねライブ楽しみに来たのにね怪我しちゃったらさね悲しい気持ちになっちゃうから、そうお怪我だけはしないように楽しんでほしいなって思うのが一アイドルの意見。本当にね安全が一番だからさ、怪我してねみんながピエになったら悲しいよ。ワンちゃんいなくなるからハルナと愛さんにリフトしてもらう。でかい。まあそれに挟まれるのは嫌だ、もうチビが際立つ。嫌だなそれは、一番並びたくない両端だな。厳しいわ。うーん、おっさんなりに頑張ってフリフリフリコピーしてる、いいやん。いつもね楽しそうでねほっこりしてるよ。これでかなりやんな、やまないで。みんなちゃんと周りに配慮するのは大事ね。そう大事、やっぱね自分だけじゃないかね見てるのはね、こう周りのことも気をつけながら楽しんでほしいなって思う。ちなみに体当たりで腰に激痛走ったし、生まれた時はん爪食い込んで激痛、痛そう。それはね痛いよ。それは痛い。あちゃ大変だったね。あら痛そう。痛いねそれは。あちゃそろそろ時間、そうだね、ふるふる終わりにするね。切りよくあと5分ぐらいかな、30分になったら終わる。そう今日はラジオで縦画面でやってるからね、実は時間が見えるんです。
いつもさ iPhone 横にするとさ時間が見えんからさ、今何時ってみんなに聞いてるんだけど、今日はね時間がなんと見えてるのでね、30分に終わります。明日休みそう。明日はちょっともちまるいないんだけど、明日は一本目が横浜のサウザントクラブさんで、夜がどこだっけな、夜はねちょっと忘れました忘れたけど2本ライブがあって、どっちも重要ライブみたいな感じだったと思うのでね。あ、大手町三井ホールか、ありがとう。大手町三井ホールの2本なので、ぜひぜひみんな楽しんできてね。動員が結構重要なライブらしいので、みんないてくれたら嬉しいの気持ち。で、次もちまるいるのは新宿レニーの22日新宿レニーです。あとは23の、あ、これも横浜サザンとクラブか。そう、23は結構チケットがお得めなのでね、みんな待ってます。そう、一人友達を連れてこようとしてる。無料だよって言ってチェキも無料だよとか言ってめっちゃ呼ぼうとしてる。みんなもぜひぜひ。23は本当にチケットがお得だからとってもおすすめ。24は HMV 渋谷店でリリベあるのでね、これも来てほしい。リリベはやっぱライブの持ち時間が長いから一人一人の出番も多いし、来てほしいな。あとは土曜日27桜ホール、渋谷の桜ホールさんとか、あと28は大手町三井ホールとかいろいろあるのでね。あれだ、いろんな各メンバーまとめたり載せたりしているので、ぜひぜひ見に来てね。昨日のラッカー記者名ピコ忘れたっけよ。大丈夫そう、大丈夫そう、 OK だよ。ありがとね。今カキカキ頑張っているのでお楽しみに。昨日行ってた現場が遠慮ない人ばっかりだったってだけです。いやー、ね、みんなね本当に安全は気をつけて楽しもうだよ客席怖。いや、まあ、いい人もねいるからね。そんな、うんうんとか言って。本当は動くの好きなタイプだったんだけど、これがあってからライブの行くの未だに怖い時がある。まあ、今ねやっぱなかなか逆にこう暴れられる会場の方が少ないからね、多分安心して来れると思う。だいたい今はほんと着席型が多いよね。今日だからすごい、あれ？なんか世界線違うかなって思った。今日のライブだからすごい椅子もないし、すごいコールもしてたから、あれ？ってなんか違う世界線かなみたいな感じだったね。今ほんとだいたい着席だし、まあコールもないところの方が多いからね、安心して来れるんじゃないかな。キーストだったら席があるから大丈夫ね。そう、キーストいつも席があるから安心。あとは大手町の三井ホールとかも椅子あるよね。なんかああいうホール系もともと椅子がくっついてるようなところ、まあ、くっついてるっていうか、ああいう大きい
ところとか結構椅子だったり、まあ大体今椅子が多いよね。今日のとこはなかったから本当びっくりした。なんかなんだろう、何年か前のね感じだよねでも大体今やっぱ椅子があるのもね、あれよ、安心しておいでね。レニーとかもおとなしめ、センクラ激しめ。確かにセンクラはさ、なんかこうテンション高めだよね、陽キャって感じする。なんかわかる、なんか会場によってなんとなく客層はあるよねわかるな、確かに確かに、センクラ激しめよね思ってた私も。楽しいけどね、そうやっぱね、アイドルの、まあ、わかんない、これも人によるけど、私とか結構そのわーってなってるのを見るのが結構好きだから、盛り上がってくれると、あ、楽しんでくれてるんだなって思うから嬉しいけどね。まあまあ確かに箱によってこうあるよね、特徴、特色というか、わかる激しめ、激しめ、おつもち、あ、そう、30分になってる、少々終わろう。フォルモゴックの周りに気をつけながらやるの好きだったのに、今はありゃもうトラウマになっちゃってるね。いやでもね、ぜひぜひこうちょっとずつね、こう今の着席型のライブからこうリハビリしていってね、またライブも来てくれたら嬉しいだよ。こんばんざい、こんばんざい。もうそろそろ終わっちゃうけど、毎日配信しているのでね、また明日も遊びに来てくれたら嬉しい。そういえば誕生日のあれ終わったね、この背景がなんかビルみたいなやつに戻ってる。誕生日の可愛かったのにな前の現場のアイドルに楽しくなかったのって聞かれたわいいんだよ、自分が楽しかったらいいのよ。今の推し、なんだこれ、推し、なんだろうダイブとか、あ、ダイブね、なるほど。まあね、やっぱ好き好きはあるのでね、うん、合う合わないはあるよね。50メートル離れてみることにします。50メートル、50メートルってどんぐらい、うんあ、でも一番後ろで見せたらね、そんな大丈夫だと思う。前の方はね、結構やんちゃな人が多いからね、気をつけて、まあ、自分のスタイルでライブを楽しみましょうということで終わります。明日はもちまるお休みだけど、明後日の新宿レニーはいるのでね、ぜひぜひお待ちしております。それでは、あしがおジャパンのもちまるきでした。ルームフォロー、ツイッターのフォロー、インスタのフォローお待ちしてます。それではバイバイ、おやすみ。